聖功は戦国時代の朝の君主、縄種、高志光の子、紀元前375年、慶光が死去すると、後を継いで、長光となった。小西久光、紀元前374年、講子勝が皇位を求めて帰兵した。紀元前372年、大土の江馬を朝の最小に任用した。栄を攻撃して、 その後言う73を奪った。義軍に、いで敗れた。紀元前371年、旗と高安で戦って、新軍を撃破した。紀元前370年、西軍を、で攻撃した。義軍の侵攻を受けて、懐で敗れた。帝を攻め落としてその地を艦に与えた。その代わりに、艦は長子を長に割譲した。紀元前369年、 義を攻撃して沢で義軍を撃破し、義の慶応を包囲した。紀元前368年、聖に進攻して、頂上まで達した。藩と共に、州を攻撃した。紀元前367年、藩と共に、州を分割した。紀元前366年、彩と赤で戦った。紀元前365年、守を攻撃して、剣を奪った。 紀元前364年、旗が儀を攻撃すると、聖光は軍を石屋に送って、儀を救援した。紀元前363年、旗が儀の少量を攻撃すると、聖光は儀を救援した。紀元前362年、儀軍に手破れ、川老を奪われた。聖光は、菅の将校と上等で会合した。紀元前361年、藩と共に、 旗を攻撃した。紀元前360年、義を助けて、政を攻撃した。紀元前359年、関や義と進むを分割し、新君を丹子に封じた。紀元前358年、聖公は、義の慶王とくで会見した。紀元前356年、政の伊王や宗公と平陸で会合し、円の文孔と亜で会合した。紀元前355年、 儀が材木を送ってきたため、それを使って段代を作った。紀元前354年、儀軍が侵攻してきて、蝶の簡単は包囲された。紀元前353年、儀軍が簡単を陥落させた。西軍が簡単救援を名目に出兵し、桂良領の戦いで儀軍を撃破した。紀元前351年、儀の慶王が簡単を返還してきたため、成功は、 水のほとりで命を交わした。新軍が蝶の胃を攻撃してきた。紀元前350年、成功は死去した。在25年、ありがとうございます。